はい。ハッピー世界線の皆様、こんにちは。竹千代です。今日も手帳タイムをしていきたいと思います。えー、この熊さんのね、熊耳リフィルが可愛くてね、昨日なんかすれつかなんかにポストしたんだっけな。なんかやっぱりこの手帳がさ、可愛いとか、手帳がかっこいいとかね、そういうのがあると、そういう感情があるとさ、 やっぱ、どこにでも持ち歩きたくなってきますよね。なりませんか <laughs> なんかさ、そのさ、私、基本的に手帳はね、かっこいい派が好きなんですよ。かっこいいっていうか、まあ、王道なね、感じのデザインがすごく好きなんですけれども、かライフオーガナイザーって、その、私にとって昔からすごく遊び心のあるサイズだなと思っていて、なんで、ゆえにね、ゆえに、えー、っと、遊んでもいいようなね、サイズだと自分の中では認識してて、まあ、人それぞれさ、 に対するる思思いいみたいなものあると思うけどさもう私はバイブルサイズから始まった人間で,で途中で、えー、HB×WA5 ねアンバサダーとかやらせていただいてでその時にそのシールとかたくさん貼ってたりとかが基本なんかデコーレーションみたいなことをね ずっとやってたから、多分その影響で、すごく遊び、遊んでいい手帳のサイズみたいなね、認識があると思うんですけれども、おかげさまでね、もう他のサイズだったらつけないであろう熊耳が付いてたりとかしてね、このブラウンかけるピンクのこのね、感じね、えー、私はもう非常に好きですね。<laughs> うめちゃくちゃ好きです。毎日可愛い,いねってね、えっ、ー、と、めでております。あの手帳とか、 以外にもね、あの、ものにも話しかけるといいですよあの、私は基本的にやおよろの神を信じてるので <laughs>、なんか一つ一つのさ、ものにはさ、ちゃんとなんか、意、意志っていうか、意志というかなんかスピリットがあると思ってるので、なんかその手帳に対してとか、その朝起きた時にさ、この筆記具とかね、あ、おはよう、今日もよろしくね、みたいなこととかね、えー、喋ると、なんかそのね、筆記具たちとか手帳たちがさ、自分の思いに応えてくれるように思えて <laughs>、 <laughs> まあそんなこなんなでね。ああ、その部屋とかにもさ、話しかけるし、車とかにも話しかけるし、いろんなものに話しかけてますね。あ,あ、でも多分あれかもね。あのさ、証言さんとさ、いこた太郎さんのさ、今日誰のために生きるとか読んだ人は、多分そういうなんかいろんなものに話しかけてる人も多いかもしれないですね。私もなんかそれをねああ、やっぱり話しかけてる人っていっぱいいるんだなと思って。私はもともとなんかそのジブリとかでさ、ジブリのなんか主人公のさ、キャラクターってさ、 結構いろんなものに話しかけたりとかするじゃん。あの鳥、特になんか動物とかにはさ、よく話しかけたりするじゃない植物とかもそうだけど。なんでそれを見てるから、あんまりなんかそういうのがさ、えー、と自然にさ、できるのかなと思っております。ということで今日もウィークリを書いていきましょうかね。 ま、とかくやっぱ動物とかには話しかけたくなるよね。そこら辺にいるさ、野良猫さんとかさ、あとはなんかさ、やっぱりおうちに動物さんがいる人は、きっとね、猫さんでも犬さんでも、うさぎさんでも、めちゃくちゃ話しかけると思うけど、皆さんは口をかぶる人ですか私、口は変わる人です。<laughs> なんかね、赤ちゃん言葉になるんじゃなくて、あーみたいな、なんかそれさ、甘ったるい声みたいなさ、なんか <laughs>。 <laughs> それってさなんかなんどういう風に考えてんだろうねその動物たちはねそうそうそう,そう私はもうめちゃくちゃ話しかけます普通に人間に話しかけるように話しかけてますイオチモンにということでじゃあウィークリーをね書いていきますね2425262728とまあ書いていて。 でえー、と昨日から、まあ、夢日記をね、ここにね、書くようにしております。ただ昨日なんかいろいろ夢を見たらしくて、なんかすごい侵食されてるんですけれども、今日のね、日付のところに。で、就寝時刻と起床時刻をね、書きます。やばい、お腹が空きすぎてるからちょっとお腹なりそうだな。この間もさ、書店でさ、アホみたいにできようとなっちゃってさ、本当にヒヤッとしたわ。 うん隣、隣に人がいたわけじゃないんだけれども、ちょっと1.5メーターぐらい離れたところに人がいたから、あれ絶対聞こえてたね。あのチャンネルに。気象時刻。今日はなんか朝活を寝、ね、しようかなと思ったんですけれども、予定が変更になって午前中からがっつり出かけることになりました。就寝時刻は昨日も22時まで寝てたか。22時くらいにしとくか。 でね、気象がね、一回ね、夜中に起きたんだよね。2時38分に起きて、寝たのがね、3時、3時33分のゾロ目を見たのは覚えてる。だから1時間ぐらい起きてたのね。なんで3時45分ぐらいにはね、の間に起き,起きたんだよね。起きてる。起きて、で、ちゃんと次目覚めたの6時ですね。変な夢見た、また。<laughs> なんかあれでしょ気圧がさ、なんか今、なんかな,なんとかかんとかで眠りが浅い人が今増え、い,いるみたいな、めっちゃ増えているみたいな、そんな期間なんでしょなんかそれさ、スレッツかなんかで、ね、見たからさ、ちょっと、その情報のソースがさ、<laughs> 情報のソースが何だったか忘れちゃったけどさ、あ、だから、だからなんか最近眠りが浅いのかなってね、自分でも、はあ、なるほどって思ったんだけど、別にそれをさ、スクショしたわけでも何でもないからちょっと忘れちゃったんですけれども、もしね、 そういうね、えー、ポストを見た方がいたら、そういうことらしいです。そう、なんで、なんか昨日はね、なんだろうな。あの、最初ね、この第1回目に起きた時には何もさ、夢見てなくって、私は途中でね、こう、パッと目覚めるじゃん。で、すぐ寝れそうだなって思った時はすぐ寝るけれども、なんか目が覚めたなっていう時は、だいたい何かしらやっちゃいます。あの、本読んだりとか、あと、こえっ、ー、と、今日はですね、本を読んだ後に、それでも眠れないからさ、 眠れないので、えー、脱出ゲームやってましたね。で、私のすごいところは、脱出ゲームねあ、アプリでね、脱出ゲームやってたんだけれども、えー、私の偉いところはですね、脱出ゲームを途中で放り投げることができると。放り出せるのよ。あの、解決しないまま、未解決のまま、えーと、アプリを削除することができるので、今回はね、コンビニからの脱出みたいな感じのやつやってたんだけれども、それも途中で投げ出してね、アンインストールして寝ました。<laughs> <laughs> すごくねなんかその,その続きとかが全然気にならないんだよ。別に脱出できなくてもいいやと思ってるから。で、起きて、えー、っと、やってゲームとか本読んだりとかして、で、次に起きたのは6時で、その時はね、ここの時にね、起きた時はね、 とんでもねえ夢いっぱい見てたよ。なんかね、江畑さんも出てきて、足ほどの江畑さん、えー、で、向井さん、趣味文の清水さん、いっぱい出てきて、けどね、あの、文房具の祭りじゃないの。あの、ただの祭り。<laughs> ただの祭りに、なんかそのお三方と、プラスで、えーと、いろんななんか人が出てきて、まあ、同級生とかもそうだし、なんかいろんな全然知らない人もそうなんだけど、いろいろ出てきて、 でえ、私はなぜかね、なんか着物を着ててで、着物とかって慣れないからさ、着崩れしてないかをね、結構気にしたりとかしながら、なんだろう、目の前にね、すごいアホみたいにでかいアパホテルがある駅に降りたんだよね <laughs>。で、自分がなんかさ、本来さ、降りたい駅から、 改札を出るまでがね、なんかその駅面白くって、その改札を出るまでも、なんかその、スイカをね、パン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 ね、押さなきゃいけないスポットが結構あって、なんかそれはね、すごい混雑する駅だから、その行列を正すために、えー、っと、そういうね、マシンが導入されてるらしくって、みんなね、こっちが、えー、っと、下る、 こっちが上に行くみたいな感じで、もう列に絶対なんだけなんかエスカレーターじゃなくて階段なんだけれども、階段なんだけれども、その列を正しく一人ずつこうやってね、並ばせるために、ちゃんと、あの、なんか、 このね、パスモとかスイカとかを、ここになんかかざさなきゃいけない機械っていうのがついてて、でね、掃除のおじさんとかおばさんとかね、とりあえず掃除の清掃員の方がいるところは通れなくなってて、で、今回はね、ここに清掃員の方がいらっしゃったんで、上に行く人がどこからも上に行けなくて <laughs>、みんな待ってるっていうね、夢を見ましたね。うん。で、あ、ここ下りだからこっちはね、矢印はね、それすごいなんか、 で、しかも自分が前住んでた駅に降りてたから、でも前住んでた駅ってさ、 そんなに混むところじゃなかったんだけれども、ああ、なんでここに着いたのにこんなに駅で混雑するんだ、みたいなね、感じの夢を見ましたね。<laughs> でね、向井さんとか清水さんとか江端さんとかは、その祭りの中で、なんかのね、なんか、うーんと、館でイベントみたいなことをやってて、それのね、お片付けみたいなことをやってたかな。私はね、なんか用事があって抜けなきゃいけなくって、抜けて、えーっと、なんかデッキアパホテルの、その、 駅前からまた電車に乗って自分のね、えー、ホームに帰ろうとしたんだけどなんか帰ろうとしたらこういう状態でみたいな、本当に眠りが浅かったですね。っていう、なんか毎日夢の話できんじゃん。<laughs> っていうね、変な夢を見ました。よいしょ。で、こっちにはね、今ね、なんかね、いろいろ貼り物とかをしてますね。こんな感じで。 なんかペーパー、ペーパー、ピアスペーパーのやるときにこれこれをやっとくとか、あとはなんか郵便物のなんかわーオーって思ったやつとか、あとなんかここら辺は普通のメモですね。で、タスクリストをまた今日も書いていきましょう。で、昨日書いたやつはね、どれだったっけな。昨日もなんか色々書いてましたが、昨日は幼稚チモンのこの日記を書いたりとか、 あとはなんか朝活するとしたらガストに行こうかなと思ってガストのモーニングメニューをね改めて調べたりとかねしておりました。じゃあこれが朝書いたやつですね。夜書いたやつはねまだね出力してないんだけれども昨日ね本当にね朝圧倒的に、ねね、眠たかったんだよね。あとマンスリー、マンスリーね。マンスリーはねあれだわ。デジタルに書いてそれをまだプリントアウトしてないわ。 あとは、昨日新しくこの中に h b × w 英語の中に加わったことといたしましてはですね、えっ、ー、と、なんかアイディアノートみたいなやつね。こういうなんかノートのアイディアとか、あとは YouTube ネタとか、えっ、ー、と、あとこれからね、リフィルに書いていきたいこととか、あとなんか質問ノートみたいな感じのね、こういうものをね、ちょっと作成しました。 なんか、ここら辺とかやばいことになってるけど、これはね、何、何かっていうと、アナログかデジタルどっちの方がいいのかみたいなね、発想するとき、発想とか思考するときに、どっちがいいのか論争を自分の中でしてて、ここにいろいろね、書いたものですね。私はね、私は今、今の段階で言うと、個人的には何かを、 アイディアの種を思いつくっていうのは別にどっちでもできるんだけれども、そのアイディアの種を、えっ、ー、と、広げていったりとかってすると、アナログの方がそういうのを広げやすいなっていうのは自分自身で感じております。ただ、多分、多分ね、なんかそれってアナログのなんか良さって前も話したと思うけれども、いろんなさ、こうやってペンをいろいろ変えたりとか、紙をさ、瞬時に変えたりとかさ、そういうことが素早くできるのがメリットとしてね、あるから、 あのデジタルも別にさ、ワンボタンでさ、いろいろ変えることはできるけれども、例えばなんか紙のサイズとか紙質とかさ、紙質なんて、あれじゃん、印刷プリンターで設定しなきゃいけないじゃん。プリンターで設定しなきゃいけないっていうか、プリンターにいろいろね、えっ、ー、と、入れなきゃいけないじゃん、紙っていうのは。だけど、アナログだとさ、別にさ、いろんなさ、リフィルがこうやってある中でさ、自分が、あ、じゃあ今日はこれ、みたいな感じでさ、たくさん中から選べるじゃないですか。 だから、そのデジタルだと、そのペン変えることはすごく楽だけれども、例えば紙のサイズを変えるってなると、最初から設定を変えなきゃいけなかったりとかするからさ、そうなってくるとね、ちょっと、あの、ま、あアナログにちょっとだけ軍配が上がるかなっていうところと、あとは、やっぱり、 アナログだとこういう風に、あのー、全体をね、ここにも書いてあるんだけれど、全体を見ながらリフィルを書くんですけれども、デジタルだと、私の場合は、私の場合は、まあ紙がこうやってあって、そのね、端末の中に紙があって、それを、 そのままね、書くんじゃなくて、拡大して書いてるのね。その紙をわーって拡大して、えっ、ー、と、書きやすいように書いてるんですね。まあ、そういうことをしないと、端末の中の紙なんてさ、こんだけしかないからさ、そこにさ、自分で小さい文字書くのって結構不可能じゃん。なんで、すごい拡大して100、 何パーセントかね、160ぐらいに拡大して、えっ、ー、と、自分がちゃんと心地よくね、こういう風に普通に書けるような感じの比率にして、えー、拡大して書いてるんですけれども、やっぱりそうなるとさ、一部しか見れないわけじゃん。うん。なんで、やっぱり全体 って書くのか1しか見,見えずに書くのかっていうのはね結構これもなんかアイデア出しとか思考を広げていくっていうことになるとやっぱそこもねちょっと違うかなって思いますただどちらにも良さはあるしどちらにもあどちらにもメリットあるしどちらにもデメリットはありますなんで私はなんかどっちも好きだからさしばらくはね HB 使ってる間は多分ねデイリーログとか普通にこうやってね 普通に、その、スマホで書くと思う <laughs>。これ全部スマホで書いてるんでね。スマホのっていうか、スマホの中に入っているノートアプリで書いております。今までは iPad で書いてたんですけれども、今、Galaxy Z Fold 5っていう機種を使っておりまして、あの、全然インプレしてないけどね <laughs>。もうようやくね、いろいろね、慣れてきた感じかな。うん。あの、Galaxy ってか、Android 端末の操作にね、全然違うからさ。 まあもちろん、設定で iPhone に寄せることはできるんだけど、別にそこまでなんか、そんな iPhone に寄せなくてもいいやと思って、私は Android 版になれようと思って、えっと、そんなにすごい、あ、設定いじってるわけじゃないんですけれども、ようやくね、慣れてきましたね。で、その Galaxy の Z Fold 5に、え、S ペンっていうね、ケースに S ペンっていうさ、ペンがついてて、Apple p e ペンシルみたいなやつね。まあ、l e p e ペンシルというよりかは、 アップルペンシェルってさ、結構もう、がっつりペンじゃん。なんかこんな感じのね。がっつりペンなんですけれども、えっ、ー、と、S ペンね、ギャラクシー Z フォールド5の、 エスペンについては、なんだろうな、ほん,ほんと、例えるな、例えるなら、打ちっぱなしのゴルフ場でもらえるようなペンですね <laughs>。なんかあの、細いペンじゃん。あんな感じの細いペンなんですけれども、なんで書き心地っていうか、握り心地とかで言うと、多分、そういうのが苦手な人はね、多分ね、書きづらいと思うんですけれども、私は別にそのね、端末でこういろいろ書くっていうことに関しては、 いつものこういうね、普通の現実におけるこのペンとかで、引き具とかで言うと、私は太軸が好きなんですけれども、端末に書くってなると、えーと、全然ね、細くてもね、全く問題なく書けるので、その S ペンを使用して書いております。むしろなんかね、そういうね、ギャラクシーの Z ホールドとかなんか使う人、逆に S ペンとか何にもなんかそういうのさ、使わないことのメリットがね、 あの、<laughs> メリットって何だろうって私は考えてしまうんですけれども、私はもう最初から、その S ペンをね、使って端末の、端末にノートアプリ開いて、わーって書くっていうのをすごいやりたかったので、えー、毎日毎日ずっと使ってます。なんで毎日そのノートアプリとしての、ノートアプリっていうかノートとして、えっ、ー、と、スマホを使ってたりとかもするので、今までよりもね、なんか、 えっと、ネットサーフィンしてる時間とか、YouTube 見てる時間がすごく減りましたね。あの、ずっと書いてる、本当に。信じられないほどずっと書いております。なんで、私の、えー、書くっていうことに関しては、えっ、ー、と、新しい、スマホをね、新しくしたことで、えっ、ー、と、書く時間がものすごくまた増えました。<laughs> これはもうびっくりだよね。なんか結構さ、スマホ新しくしたりとかするとさ、いろんな機能を試したりとか、いろんなアプリをさ、また iOS とさ、Android 版でさ、違うアプリがさ、ランクインしてたりとかするから、それのなんか違いとか比較したりとかさ、いろいろなんかやれることが違ったりとかするから、それのね、比較検討とかで、えっ、ー、と、遊んじゃったりとかね、ネットさせちゃうとかね、えー、しがちなんですけれども、 今回ばかりはですね、そのね、スペンでいろいろその端末のノートアプリ開いて書くっていうね、ことができるので、端末を開くとね、本当にこの手のひらを、両手のひらをこう広げたぐらいの大きさになるわけですよ。なんで結構快適に書けるのね。私の場合はよ。私はすごい快適に書けるので、なんでね、あの、今までよりももっともっとね、書く時間がね、増えました。ほんと、えー、 マジで家族がびっくりするぐらい。まだ書いてんのって言われます。<laughs> この間もさママちもんがさ美容院に行ってたんだけれども。午前中ね。で、私は幼稚園とやあのー、私休みだったからさ。幼稚園とずっとリビングでさお留守番してたの？ ただ、そのお留守番してる最中も、私の場合、手帳とさ、そのスマホがあれば、いくらでも書いてられるし、あの、もし集中力が途切れたら読書してればいいやと思って、本も持ってったのね。本も持ってったんだけれども、結局ね、結局、そのママチモンがミオンに行ってた3時間ぐらいですね、ずーっと書いてて、全く変わらない姿勢でね、ママチモン帰ってきた時に、全く変わらない体勢で私が書いてたので、え、嘘でしょまだ、まだ書いてたのみたいなね、こと言われて、ずっと書いてたのって言われて、 うん、ずっと書いてたっつったらねすごくねびっくりされました <laughs>。でもさこれってさあるあるだよねなんかあの手帳とかそういうねノートとかねいろんなのにえー、っと書くのが好きな人ってさ周りから言われないえ,、ま、え何をそんな書くことがあるのみたいなさ私もそれ多分何百回も言われてると思うんだけれども。 その自分の周りだけじゃなくさ、えっ、ー、といろんなね、この SNS 上の方とかもそうだし、一体何をそんなに書くことがあるんですかみたいなね、ことをね、聞かれたりとかね、するんですけれども、私の場合はですね、 えーっと、もう、小学生の頃からこんな感じで書くのがすごく好きで、例えばなんか自分が疑問に思ったこととかは調べて書き留めないで気が済まないし、あとはなんか人から聞いた言葉とか自分が知らない言葉、本を読んでて、これはどういう意味の漢字なんだろうって思った言葉とか全部そのノートにね、マイノートに全部書いといて、で、えー、っと、ちゃんと自分で調べたり、あとなんかその読んだり、 聞いたりとかしてね。えー、そういうのを書き留めてたんですよ。で、自分の日記も書いてたしね。まあ、そんなことをね、ずっと前から、その小学生の頃からやってたので、私がやってることは、小学生の頃と全く変わりません。あの、今やってることはね。まあ、もちろん、その時よりも、字体とかね、本当は変わってるし、その書き方の細かい部分とかではさ、変わってるけれども、えー、っと、なんかその、デイリーに関して、デイリーログに関して、日記に関してはね、書いてることは本当全然変わらない。あの、今日も推しが定だね。 もうね <laughs>、そんなことをね、昔から書いております。えー、小学生の頃はね、あの、ナルトとかね、テニプリとかね、なんかそういう時代だったんですけれども、そのキャラクターのどこがかっこいいだ、何だろうってね、ずっと書いてました。あと音楽を聴いて、その、ここの、えっ、ー、と、その曲のね、曲のここの歌詞がいいだの、ここの、あの、ギターの入りが素晴らしいだの、なんかそんなことをね、ばっか書いてたんで、でもそれはね、今でも書いてるから全然変わらないですね。恐ろしいよね、ずっと書いてること変わらないってさ、 めっちゃ楽しいけどね。 私はもうほんと昔からね、あの、書くことも好きだし、喋ることよりも書くことの方がすごい好きだったかな。今はなんか喋ることもすごい好きだけど、昔はその、そう、えー、っと、なんか学校とかでさ、よく教室の中にいるじゃん。なんかめちゃくちゃ発表する人とか、めちゃくちゃなんかそういうことに対して全く緊張しないとかね、そういう人いると思うんですけれども、私は全然そういうタイプじゃなかったです。もちろんなんか調べて、なんか発表するとかね、そのぐらいだったらいいんだけれども、なんか自分の意見を言うとか、かディベートとか大嫌いだった。<laughs> あのさ、もうさ、あの反対派とさ、あの賛成派に分かれてさ、ディベートの授業とかありませんでした私はね、あれがすごい苦手で、なんでなんかそんなさ、相手をさ、 のなんか弱点みたいなところをついてこき下ろさなきゃいけないんだみたいなさ、なんかそこをさ、なんかえ攻めなきゃいけないんだって本当に思ってた。平和的解決ねえのかよとか本当ずっと思ってた。本当嫌いだった、その授業。<laughs> っていうようなね、昔から変わってないね。えと、ー、今日のタスクリストは YouTube の撮影。 くだらねえ授業、くだらねえ授業って言っちゃいけないけどさ、なんか意味不明な授業とかもまあいっぱいあったよね。YouTube の撮影。ただ私はですね、あの、小学生の頃とかは先生にすごい恵まれてて、あの、先生ってさ、結構人生に影響を及ぼすじゃん。私は本当に恵まれてて、今みたいに読書がすごい好きになったりとか、あと創作活動がすごい好きだったりとか、書くことが好きだったりっていうのは、えー、全部先生の影響ですね。 に、小学校2年生、3年生の先生がすごくあの本を読み聞かせてくれたり、本を勧めてくれたり、なんか書くことも楽しさっていうのを教えてくれる先生で、多分その先生に出会ってなければ私はこんなに書いてることってなかったと思います。あの、小学校の1年生の頃から絵を書くことはね、もうすごい好きだったのに。だから絵はずっと書いてたんだけれども、そのもし、 をね、書くっていうことはそんなにしてなくて、でもそれを文字、文字も書くことも好きに変えてくれたのは2年生、3年生の頃の先生が、えっ、ー、と、めちゃくちゃね、その書いたものを褒めてくれたりとかさ、例えば書いたものを楽しみにしていてくれたりとかね、かそういうことがあったので、私はそれがね、あの子供心にすごく嬉しくて、その読んだものをあの読んだよとかね、ちゃんと感想言ってくれるとか、そういうのがすごく嬉しくてで、それでね、書くようになった次第ですね。 でも子供ってそういうのて重要だよね。なんかさ、自分がやったことに対してさ、すごく、なんか大人が反応をくれたりするとすごく嬉しいじゃん。もう絵とかもそうだった。絵とかも、その家族もそうだけど、周りの子とか、えっ、ー、と、先生とかが、わーうまいね、とかね、あなんか褒めてくれるのがすごく嬉しくて。だから私夏休みにね、あ何枚書かなきゃいけないって自分で課題を出してたもん、自分で。<laughs> そんな感じのね、変わった小学生でしたね。アップ、アップレードになってた。アップロードね。 アップロードとサムネイル作成と、あと今日あれだわ。買うものリストとしてはね、ダイソーでカーテンのさ、止めるやつね。ダイソーでカーテン止めるやつ買ってくると。なカーテンってさ、止めるやつがね、あの今ね、なんかこういう紐状になったやつの先っちょに、こう飾りのさ、カットのかかったこのなんか、 宝石もどきみたいなやつが付いたやつを使ってるんだけれども、えっ、ー、と、こともあろうかですね。こっからね、まずここがね、行かれて、こ,こ、ここのね、一番大事な、ここの飾り物がパコンって取れて、この状態だけになったんだよ。この状態だけになったのね。 で、その次に、これも外れたのね。で、その次にもうこの止めてるやつがなくなったから、この紐がね、バラバラになってきて、このなんかみ編みになってる紐がバラバラになってきちゃったからさ。なんで、ちょっと今日はね、絶対ね、それをね、買おうと、買おうかなと思っております。ちょっと拡大するね。なんかいろんな話しちゃったんだけどね。か、書くよりも話してるね。 もう全然性質って変わらないよねでも子供の頃からね。内装カーテン止めるやつを買うっていうのとあるピアスペーパーを書く。ペーパーを書く。あとは何だろうなあそうだ。挟みたいやつ挟みたいメモをえー えっと、リングに挟むのか、それとも貼るのかね。挟むのか。なんかいろいろさ、実験的にさ、書いたやつとかでさ、なんか別に手帳に挟むまでもいかねえようなメモとかさ、そういうのないなんか不箋にちょろっと書いただけとかさ、走り書きしたやつとかさ、私はなんかそれは基本的に取っておきたいって思っちゃう人もね、なんで捨てずになんか取ってあったりとかするんですけれども、それを、 普通にこの手帳の中にさ、挟むってなるとさ、こっちリング径15だからさ、割と多分ね、もうね、1ヶ月ぐらいではパンパンになっちゃうわけよ。 なんで、その余分なものを挟むんだったら、その、ええー、と、貼る、あの、閉じるに至らないものたちを集めるノートみたいなね、やつがもう一冊あってもいいのかなと思って、どうせ高こ校こでもノート挟めるからさ、そしたらなんか何にもさ、気にせずさ、切り貼りとか色々できたりとかするじゃんどうしようかなって今ね、すごく悩んでおります。悩んでるってその深刻じゃなくて、素敵に悩んでおります。リングに挟むのか、ノートに貼るのか。 ノートに貼るのかと。考えるっていうことね。あとは食事の記録をつける。あ、でも宿題はね、私はね、早くやる派でした。あの、その日に、その日にっていうか、夏休みの宿題は、マジで1日目に終わらせる人でしたね。<laughs> あの、一日目にというかさ、夏休みの宿題が出るのって、夏休みの、えっ、ー、と、入るよっていう、その終業式の日じゃなくてさ、終業式の日よりも前にもらえることとかあってあるじゃん。そしたらもうもらった段階でやってました。 もう嫌で、なんかその後に残しておくのが嫌で、あの後に残しておいて、えーと、後から、うわーんって言ってやるよりも、もう最初のうちに夏休み始まる前からやっちゃって、夏休みはとりあえずもうとことん遊ぶぜと思ってたんで、朝はプール、昼は海だとか思ってたんで、なんで、えーと、宿題はですね、基本的にはもう速攻で終わらせました。高校生の頃もそうでしたね、高校生の頃もね、 あの、その、授業授業のプリントもそうだけど、なんか別のさ、なんかどっかの会社かなんかワークみたいなね、渡されてたんだけれども、私はもう、あの、そこら辺に関しては、 結構不真面目だったので、あの、算数、数学とかのね、えー、問題に関しては全部適当に答えてました。英語もそう、全部適当に答えてた。あの、とりあえず埋めりゃいいやと思ってたからさ、あの、自分が真剣にやるのは国語だけでしたね。<laughs> 国語だけはちゃんとその読み物がついてるからさ、ちゃんと読んでちゃんと答えてたんだけど、数学、英語に関してはまるで興味なかったから、あの、全部適当に埋めてた。もうなんか、文章のさ、問題とかさ、あんまり読まずにさ、適当に めたからね、とりあえず提出すればいいだろうと思ったからさあほだよね <laughs> 食事の記録、えー、っとあとは運動の記録をつけると運動のまあでもそれでもまあいろいろあったっちゃあったけど学校生活は比較的すごい楽しんだ方だと思ういろいろうん 高速を破るとどの程度まで許されて、どの程度から注意されるのかとかさ <laughs>。そういう人権もしたしさ。いろいろね、もうね、やれることはね、全部やっといた方がいいですよ。もし、もしね、まあこの YouTube は大体見てる人って同世代か、まあ言うて、やっぱりあの、学生さんって多分そんないないんだけれども、もし、この中に学生さんがいるのだとしたら、うん。 あの、そんなね、あの、犯罪にならない程度にね、好きなことはしといた方がいいですよ。犯罪にならない程度っていうか、犯罪をしちゃダメだけれども、あの、全部ね、自分が、例えばさ、ちょっと高速破るとかって、そんなことはさ、できるわけじゃん。だって、そんなのさ、先生にちょっと怒られるだけじゃん。まあ、あんまり行き過ぎると保護者紹介になったらなっちゃうだけれども、なんかね、親に迷惑かけちゃったりするけれども、でもさ、それでもさ、本当に ね、あの、大人になってから後悔してる人ってほんといっぱいいるのね。なんで、その、中学生、高校生の時に、こういうことをしてなかったんだろうとかね。 なんか遊ばなかったんだろうとか、もっと自由にできたのにとかってね、それ言う人めっちゃいるのよ。けど、ある程度もうその中高生の時に自分がやりたいと思ったことを実行してればね、全然そんなことないし、多分そうやって、えっ、ー、と、小中高大とね、えー、自分がやりたいと思ったことをっもう即ね、やってる人、やってきた人とかはね、過去に戻りたいとか、あの頃が良かったとか、多分そういうこと言わないと思う、おそらく。<laughs> 私全然過去に戻りたくないもん。戻りたくないっていうか、戻ろう 戻りたたいいななっって思ったことがないその時その時でさ一生懸命生きてたし一生懸命遊んでたんで全然ね後悔がないから,だからそういうねなんかあの絶対になんかもう大人になってから後悔してもさその学生に戻ることってできないじゃんあの学生になることはできてもその大学とかね通信のとこ行ったりとか大学生になったりとかそういうことはできるけれどもさあなんか,いろんな,かいろんなあれでできるけれどもその時の,あのフレッシュな子供の気持ちで戻ることはできないじゃない なんで絶対ね、もうやりたいことやっといた方がいいですよ。うん。大学なんてさ、特にさ、別にさ、休学したって何だっていいんだからさ、なんか旅に出るとか、もしやりたい人はね、やった方がいいと思うよ。うちいたと思うよ。あの、休学して、えっ、ー、と、1年間休学して、だからどっか留学とか海外とか行ってたりとかっていう人はね、あの、他の学会になっちゃうけど、全然普通にいましたね。うん。だからそういう人たちがね、周りにいると、そんなやりやすいかもしんないけどね。食事の記録、運動の記録。 ここら辺は必ず作ろー。で、またね、余白は残しておいて、ああ、そうだ、あと、この間買った本を読む。この間購入した本を読むと。今ね、積ん読してるやつが3冊ぐらいあるからさ、購入した本を読む。読書記録もなー 読書記録もノートにまとめるっていうね。読書記録も。たまにね、あのね、あの、読書記録ね、まとめたやつをね、読書記録を、えっ、ー、と、ノートの定期のね、購読の皆さんには配信したりとかもたまにね、一回やしたことあると思うんですけれども、そういうこともやりたいよね。読書記録まとめると。で、それでさ、なんか興味をがさ、持てたら、その本を買ってみてもいいしさ、うん。 なかなかね、あなんかすごいピントがあってな <laughs> 今ピントが私の手になってたかな購 <laughs> 入した本を読むそうそうそう,そういろんなね本が確か3冊ぐらいはね確か3冊は積んどくしてたはず積んどくしてたはずとあーあとあれだわ短歌短歌短歌の勉強したかったんだ 単価の勉強。単価の勉強をすると。勉強をする。だ場合によっちゃ単価ノート買ってきてもいいかもね。ノートを買ってくるね。あの、つばめノートやさ、縦、縦のやつあんじゃん。あれとか買ってこようかなとね。ノート買ってくるっていうのをね、書いてこくね。 ということで、すごいね。なんかさ、いろんなさ、いろんなこと喋ってたらさ、 あんまり書かずにずっと喋って終わっちゃいましたね。みたいな感じで、えっ、ー、と、今日もね、たくさんね、書いていきたいなと思っております。なんで皆様もね、いっぱいね、いろんなことを書いてみてください。まあ、この YouTube を公開する頃にはさ、まあ、皆さん、ええー、と、寝る時間かもしれないけれども、あ、9時だとまだ寝てないか。いや、でも寝てる人いるよね、私のようにね。と <laughs> いうことで、今日も見てくださりありがとうございました。ではまた明日お会いしましょう。バイチャー